あかりでーす。皆さん報告です。私前のマンションから引っ越しました。引っ越しちゃったということで、引っ越して今新居なんですね。この家具たち見てください。普通に家具が届かないのでよくわからない椅子とテーブルを置いてます。いろいろあって急遽ただ置いてるだけなのね。シャッターとか寝なきゃいけないしね。名古屋のポップアップでいただいた金水のお洋服着てます。私も名古屋のポップアップでいただいたブライダルホームの部屋着着てます。で、髪は美女定義の撮影があったからリムタンがやってくれた髪の毛とメイクです。さっきまで、ね、ちょっと寝てたので顔がむくんでます。ということで、今日はちょっと引っ越した話をしながら夜ご飯食べたいと思います。サラダ。昨日撮影でめっちゃ食べちゃって。サラダ。まだ缶が全然ないからめっちゃ声響くの。いただきまーす。引っ越した理由なんだけど、6月とかまで全然引っ越す気なくて、で、引っ越すって決めてから2週間ちょっとぐらいで新しいとこ決めて引っ越したのね。で、なんで引っ越したかっていうと、1個目はめっちゃ私が住んでることがバレてること。ソワちゃんと同じマンションっていうことをさ公言してたじゃん。それでソワちゃんもさお引越ししてさ、その時のソワちゃんとの動画でも喋ってたんだけど、なんか DM が来るの。どこどこですよねとか、私の知り合いの女の子に、私のマンションとか知らない子なんだけど、あかりちゃんってどこどこマンション住んでるよねみたいな感じで言われて、え、なんで知ってるみたいな感じで言ったら、そのマンションの住民がここのマンションもう誰々住んでるよみたいな感じでもう言ってたわけ。それがこう周り巡ってうち本人に届くみたいな、なんかもう超嫌じゃない。最初はまあ言っても表に出てるし分かりやすいマンションかなとか、まあ自分もルームツアーとかしてるし別にちょっとバレるぐらいには正直仕方ないと思ってて、どこに引っ越したとしても知っちゃう人は知っちゃうだろうしなみたいな感じで思ってたけど、でもさすがになんか DM とかで全く知らない人からどこどこマンションですよね、僕も同じマンションですよ、ご飯行きましょうみたいなこととか、これ送った人って自分とエレベーター同じ時とかあんのかなとか思ったりとか、あと結構序盤でジムがあるんだけど共有ジムみたいなとこ、ジムでなんかソワちゃんといたら酔った勢いであそこバッて見せてきた変なおじいさんみたいな人がいて、そっからめっちゃ気持ち悪いなと思ってジム行ってないのね。でもたまになんかエレベーターとかでその時の人会ったりとかするから、普通に考えて結構家賃とかお高めなところだったし、住む人って素敵な方ばっかりなのかなとか思ってたけど、値段とかそういうのじゃなくても人は人だなみたいな、人がさやっぱ多い分さだから変な人もいるなみたいな感じで思ってて、すれ違うたびにゾワッとしちゃうっていうか、バレてんだろうなみたいな、見られてるって感じがめっちゃしちゃって引っ越そうと思った。でもきっかけ作ってくれたのはまたそれもソワちゃんで、もうソワちゃんとまずお家が離れ離れになるっていうこと自体みたいな、一緒のマンションに住んでるってだけでソワちゃんがいたらちょっと心強いところない。ソワちゃん引っ越して喋ってるうちに、なんか私が思ってたことって結構やばいことなんだみたいな、例えばそうやって DM 来てもなんか変なのとか、ジムとかでバーってお天候を見せつけられても変な人みたいな感じで、結構状況をあんまりやばいことって捉えないのかなと思って、自己分析的に。でも結構ソワちゃんに喋るとそれって良くないよみたいな、やばいことなんだよみたいなことを教えてくれて、確かにと思ってから怖くなってきて、自分が結構いろんな人にバレてるところが、の上に人の出入りが激しいってところも、引っ越ししたての時はそれがすごい安心したの。私は誰かが見てるから何かあった時も誰かに助けを求めたら大丈夫だとか、それが安心だったんだけど、1年住んで逆に嫌になったっていうか、静かなところ行きたいなと思って、まあ、お引っ越ししました。もう一つ引っ越した理由があって私あんまり寝室のベッドで寝なかったの。リビングのソファーでシャルムと一緒に寝てたのね。夜寝るときってさ、この人さめっちゃさなんか甘えん坊だからさ、その時に一緒に寝たいじゃん。だからソファーとかで寝てたのね。だけどさすがにベッドを使わなきゃなと思って、ベッドをこう変えたりとかマットを変えたりとかしてたのね。で、ある日全然彼氏とかじゃなくて、まあ男が家に来た時にうちの寝室で心霊体験をしたのね。わからんけどそれを言われて、そんなわけないでしょみたいな、幽霊は信じるんだけど自分の家にはいないと思ってるから、自分の家にまさか行ったとしても見えないから、私本当に気づかない、私心霊体験が起きてても。だからちょっと幽霊からしたらすまんねえ女みたいな感じなわけ。そしたらその直後にソワちゃんが心霊体験が起きてたの、まだ同じマンション住んでた時だったから、何このマンション怖いじゃんとか思って、でもマンションがもう原因ってことは多分ないのね。それでその人がちょっとだけ霊感あるかもみたいな感じで、なんかちょっと寝室やばい気がするみたいなこと言ってて、みたいな感じで思ってて、それでなんか霊媒師の人に見てもらった時にこうするといいよってアドバイスがあったわけ。アドバイスを聞いた途端私が寝室で寝るようになったの。
で、それがめっちゃ怖いと思って、私知らぬ間に寝室になんかいるっぽいから、寝室を改善するためにベッド買ったりとかマット買ったりとかそういうことをしてたわけじゃん。まずそれもちょっと怖いじゃん。自分が知らない間に多分拒否してた、なんかもしかしてこの部屋いるみたいな。でもなんかそっから自分でもなんか霊感ないんだけど気が重いって思い始めたの。多分家のせいだってなんか思うんだよね。なんか直感ってない、そういう直感ってない。物件とかだと特に分かりやすいんだけど、内見何件かした時に絶対ここってすぐ分かるの。うち絶対ここは私合わないってところは内見がまず見えないっていう風になったりとか、なんか微妙だなって思った瞬間にそこは内見できなかったりとかするので、自分がめっちゃいいなって思ったところってスムーズに全部決まらない。自分と縁があるところは多分みんなスムーズに決まるのよ。だからこの部屋がやばい、うちがこのマンションに住んでることが合わないってなったの。1年前はこのマンションめっちゃ合うって思ってて、そのマンション住んだけど、でも1年経った今このマンション私のこと呼んでないと思ったの。なんかちょっと汚染され始めた気がする。なんでかな、いろいろ男とか連れ込んでとかしたからかな。それは冗談ですけど真相わからないですよ。なんとなくザワザワするの、その家にいると。でもここにいると全然落ち着くの。直感的になんかね、あ、引っ越した方がいいって思ったんだよね。結構自分の直感って当たると思ってて、そっからなんかちょっと物件探したりとかして、でちょっと一目惚れしたとこがあったから引っ越しました。やばいね、もうって感じ。なんかでも本当に全部いい縁だったなと思って、前のマンションさ、なんで引っ越したかっていうとさ、お付き合いしてた方とさ、いろいろあってさ、引っ越してこの1年さ、あっという間だったしさ、であそこのマンションに引っ越してからもういいことばっかだったなって思うの。まあ、もちろんめっちゃ大変だったこともさあるけどさ、いい縁がめっちゃ舞い込んできたっていうか、横のつながりがすごい増えたのね。住むところによって人の流れってめっちゃ変わるの。なんだろうな、なんか変わるんだよね。前のとこは結構おうち訪問とかしてもらってたし、 YouTuber さんの企画とかでみんなが出会ってくれやすい場所だった気がするの。なんかお仕事もすごい順調に頑張らせてもらえた1年だったから、得たものがすごかったマンションだったから、すごいいい記憶しかないっていうか、なんか超良かったんだけど、むしろこれ以上はないなって思った。直感でこのマンションに住んだら私はすごく成長する気がすると思って前回のマンションに住んだのね。私にとって結構家賃とかもすごい高くてうわーっと思ったけど、でも一目惚れしたところでこのマンションに見合うような女性になろうみたいな感じで頑張ったし、あ、よかった住んでってなってって、でさらに最近ここに引っ越してここも一目惚れして、まあちょっと正直めちゃめちゃ高すぎて泣いちゃいそうなんだけど、でもそれぐらいの値段を出してもいいぐらい私的にここ住んだらいい気がすると思って住もうと思った、ここに。他の物件はちょっと正直気にならないぐらいここの物件がなんか私は惹かれてここにしたの。今まで自分の直感をめっちゃ信じてきたからさ、今回もわ引っ越そうと思ったのも直感だし、あ、ここだ私は絶対ここに住むって思ったのも直感で、その直感で結構スムーズに引っ越しまでできたから、やっぱここだったんだなみたいな、ここに導かれたっていうか、そういう感じがした。でもなんか今引っ越したのはいいことだとして、ここ最近マジでついてなくて、なんか馬込さんとコラボした時に馬込さんの動画でも言ったんだけど、渋谷歩いてたら頭にカラスが乗ったの。頭にカラスが乗るなんてことある？本当に意味わかんなくない？汚なみたいな。美容室行った後にルンルンルンって渋谷歩いてたら、バン！一瞬頭の記憶が飛んだわけ。えってなってじゃん、なんかえってなって、なんかいると思って。コンビニとかでもさ、鏡じゃなくても自分透けるじゃん、自分見れるやん。そこでさ見たらさ、上にカラス乗ってんの。意味わかんないじゃん。その一瞬でえってなって、パタパタパタって飛んでって、めっちゃ目合って、めっちゃ見下されたの。カラスがもうみたいな、邪魔みたいな感じの顔してんの。絶対お前じゃんみたいな、2話ぐらいいたんだけど、絶対お前やんみたいな顔してるわけ。もうなんかみたいな顔だったから、マジで何って思って、カラスにまだバカにされて、なんかもう何なのみたいな感じだったよね。最近本当にヤバい。あとは名古屋でポップアップやったんだけど、リュウの前乗りしなきゃいけないから、前日までめっちゃ仕事バーって東京でしてて、よし今から名古屋に行くぞと思ってグルチャで今から現場行きますみたいな感じで LINE して、で品川駅に着いたら1時間とか遅延してんの。でも意味わからんと思って、なんか大雨の時で、しかもなんかさ、私が乗るタイミングでさ遅延になっててさ、昼間だったら全然その遅延とかになってなかったけど、夜はすごい遅延になってて、もう意味わかんないと思いつつも、でもなんか切符買ってよくわかんないと思って車両に座って、ごめんなさいこれ何分発かわかんないんですけど、あの席一応グリーン車買ってここって大丈夫ですかみたいな感じ聞いたら大丈夫ですって言われたから、よかったーと思って、別に自分が遅れることはなくて、でも新幹線自体は遅延してた。だからもう一瞬も頭真っさらになって、もしかして名古屋に行けないみたいな感じ思ったわけ。もうそれぐらい私はすごいその前に進もうと思ってこうやってやってるのに、どんどん
なこういろんな困難があるの。なんか名古屋に着いてからも朝ゲートタワーでポップアップやったんだけど、ゲートタワーのショップ行くときに持ってかなきゃいけないものがあって、それをヴィトンのショッパーに入れてたの、洋服とか入れて。でもシャワー浴びたてだったから、でもイムタンがドライヤーとか持ってるし、よしもう風呂上がりみたいな格好でも大丈夫と思って、髪の毛ちょっと濡れたままタオルこうやって巻いて帽子かぶって、でっけえヴィトンのバッグこうやって背負いながらと思って駆け抜けてきたわけ。これファンの子に見られたら超恥ずかしいとか思いながらもう出勤してたわけ。そしたら途中でヴィトンのショッパーの紐がブチッて切れて、もう中にあるやつブザザザザザッと落ちて、なんかもう Why って感じだった。マジでなんで切れたみたいな。超恥ずかしくて、もう髪の毛もびちょびちょのまま結局こうやってやりながらさ走ってさ、名古屋駅をずっと駆け抜けてたの。うちは朝の7時ぐらいダダダダダダダとか言って、愛知県民だから名古屋では結構そういうことできちゃうの。うちこれ東京駅とかだったらちょっと恥ずかしいけど、結構な早朝だったからあんま人がいなかったからめっちゃ良かったんだけど、そういうこともあってなんかもう良くないことか結構起きてるの。あと名古屋のゲートタワーの1日目の最初にマスクを透明なやつつけて、レジに私が行く時にその透明なマスクが真っ二つに割れたの。ここからパーンってパーンって、ここのマスクがパーンって割れたの。そんなことある？レジに立とうとした瞬間、なんですかこのタイミングと思って。なんかでも全てはいい方向に行くためのものだと思うし、結局ねポップアップは大盛況で、もう本当に大盛況すぎてもう早く売り切れになっちゃって本当ごめんなさいっていう感じなんですけど、たくさんの方に来ていただけて、あんまり宣伝も今回はゴリゴリにしたわけじゃないし、私がいなくてもリユの商品欲しいなと思ってくださってる子がいるっていうことが本当に嬉しくて、本当に大盛況だったんですよ。だから本当にそれは全部の嫌だったこととかも結局そのお客様がもう超笑顔になって、なんかみんなが幸せになって、もううちも幸せになって全部ハッピーになったから、なんか何もかも全部いい方向に行ってるからいいんだけど、だとしてもすごいなと思って、そんなことあるっていうことが結構起きたから。あとなんで家具がないかっていうと、本当にマジでテレビ台もないしカーテンもないし電気もないし本当にないのね家具が。なんでかっていうと、インテリアコーディネーターさんもつけてたのね。インテリアコーディネーターさんなんか結構発注とかまでしてくれるんだけど、センスはちょっと一応共有しつつこういう風がいいみたいな感じで話して決めてたんだけど、引っ越す1週間前ぐらいでそのインテリアコーディネーターさんが一身上の都合で辞退をしてしまったのね。えっと思って、で急遽自分で頼むことになって、1週間前とかに頼んだら届かないじゃん。ソファーとかも8月2週目ぐらいなの。そこまでずっと届かないの。もうさ本当にさ、えなんか意味あるのかなって思わない？こんなにさすごい立て続けにさいろんなことあってさ、なんか私にすごい試練を与えてるわけ。マジなんで神様。多分めっちゃいいこと起きると思うんだよね。なんだと思う？なんかいいこと起きるって嬉しい。この先めっちゃいいことしか待ってないんじゃないかなって思った。リュウの方もポップアップでお花とか作ったりフォトスポットとか作ったりとかして結構かけたんだけど、めっちゃ皆さんから褒めてもらえてハッピーって感じ。そんな感じでミッキーのチャンネルで引っ越しましたって言ってるから、そっちの方が遅くなっちゃったけど報告が、引っ越したってこと。まぁ、ちょっと背景がかわいいって感じじゃないじゃん、南国にいるみたいなでもこれからどんどん家具届いてきてちょっとずつ見慣れてくると思うから頑張って家具揃える、楽しみにしててください。で前のお家も少しだけ借りてる期間あるので、ちょっと前のお家でも撮ろうと思います。その前のお家の方がソファーがさ白くてさ撮りやすくてさ、うまかった、ごちそうさまでした。忘れちゃったよっていうぐらいいろいろありましたので、ちょっとみんなに話聞いてほしかった。あと引っ越したよってこと聞いてほしかった。あとめっちゃここの空気感めっちゃいい。まあそんな感じで私の新居からご報告でした。じゃあねー、おやすみー。